こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースボケット始めていきましょう。はい、というわけでですね、まずはいつものようにレイリーガチャを引いていきます。おっと SSR 来るぞ。これレイリーガチャ SSR、 さあ誰になるんだ。おー、アメリフローラ初ですね、これはきっと。すごいな。デイリーガチャで出たのは1回だけ出たけど2回目じゃないかな。さあ型のトルコライス戦績です。クイーンステークス1着取りました。で、調教から戻ってきたところで、今8月をまだ2週なんですよね。狙うは秋華賞なんですけど、ベスト馬体重いくつになるんだろう。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。トップクラスの瞬発力ということですね。魅力が。まあピークがもっと後ということで。ありがとうございます。超成功と出てます。さらに今日収録時点で2月14日バレンタインです。イベント開催中です。適正な馬体重ですね。人参か。大根ですね。調子回復、疲労を治したい。しかし疲労を治すにはこれがないということで、いい感じですね。ちょっと一旦放牧にかけて、クエストを達成しました。開催中です。イベント開催中です。さあ入球させましょう。いいですね。大根ですか。疲れを取らなければなりません。ご用でしょうか。で、秋華賞ですね。誰がいいんだろう。藤田騎手。まあ藤田騎手に乗っけてもらいましょう。馬体重はまだわからない。あ、まだ4週あるんですね。イベント開催中です。差しか追い込みか。追い込みで適正な馬体重ですね。適正な馬体重です。何かご用でしょうか。遠征はあまり得意ではないと言ってます。イベント開催中です。パートナー調教ですね。スタミナ勝負根性いってみましょう。ご用でしょうか。お、ちょうどベスト体重なんですね。504キロなんだ。
どんどん育てていきたいですね。調子が悪くなった。いい感じですね。人参ですね。504キロがベスト体重なんで。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。ゆっくり育てていきたいです。今週はレースがあります。どうでしょう。適正な馬体重ですね。何かご用でしょうか。馬体重調整は文句ないですね。というわけで、京都競馬場へ向かって初の G1 を、取りに行きたいと思います。お、1.2 倍、ダントツを1番人気。ただいまより投票受付を開始。母がバイ、父がバイアリータークですね。チダイドとかいますね。グリグリじゃないですか。イヤミサイヤ、西のナースコール、ラインクラフト、湘南パントル、モンローブロンドですね。2番人気が、見てくださいよ、これ。2番人気が、ラインクラフトですね。この馬なんですよ。あと展開上はそのデアリングハートが前に行きそうですね。そこでデアリングハートの副賞を100枚買います。結構つくんですよね。というわけで、頑張ってもらいましょう。 G1 ではかなりの支持を受けてますね。ファンのためには負けられませんということで、では勝ちに行きます。さあ G1 秋華賞です。型のトルコライス。なんでトルコライス？バイアリータークってなんかそう、バイアリーターク、タークがトルコなんですよね。ということもあって、ね、じゃあトルコだと言ったらトルコライス。全然トルコと関係、トルコです。食べられてるわけじゃないんですけど、なぜかトルコライス。長崎とってスタート。あんまり良くないな。引っかからなきゃいいけどなっていうのありますよね。後ろから4番手かな。ああ、最後方に落ち着きましたね。縦長です。ペースはどうなんだ。そう、長崎行った時トルコライス食べたことあるんですよね。ちょうど15年前だったな。トルコライスが入り始めた頃に食べましたね。長崎の路面電車の、木造の路面電車の部品を使ったお店の中で。それから12番平身テンダーコスモマーベラス。基本的にケチャップソースってあんまり好きじゃないんですけど、なかなか美味しく食べられました。ブラウンソースだったかな。オムライスみたいな感じで。さあまだ最後方、もうすぐ4コーナーへ。さあこの末足はどうだ。どこにいるんだ今。まだ出てない。ジナイドはいる。さあ今突っ込んできた。伸びては来てるが届くのか。パーした。危なかったですよね。勝ったことは勝ちましたが、ただこれで G1 初勝利です。無敗で G1 初勝利ですよ。強い。お、秋華賞がつきました。キャリングハートダメやったんか。おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。
これで、放牧です。何かご用でしょうか。次もクエストを達成しました。 WBC 行っちゃってもいいんじゃないかなって思いました。イベント開催中です。やっぱりこのまま、バイアリーターグつけてるんで結構期待できると思うんですよ。なので結構総賞金稼いでくれるんじゃないかなって期待はしております。はい、というわけでイベント開催中です。はい、今牧場で休んでいる方のトルコライスを見ながらお別れしたいと思います。ぜひお気に入りましたらチャンネル登録高評価お願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。ぜひぜひお時間ありましたら見ていただいて、いろんな動画見てありますので見ていただければ嬉しく思います。というわけで、スターホースポケットの動画をお送りいたしました。見事に秋華賞 G1 初勝利を挙げました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。